欧州各国の冬の遺跡市場が現地時間1日で終わりした。この冬に他のクラブへ移った選手の中、最も高い市場価値を持っていると評価され、選手はレアルマドリードからアーセナル、レンタルされたノルウェー代表 MF マルティン、ウーデゴールとなった。今シーズンのクボケンはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。を、ヶ月無料をし、実施中、スペイン市。 明日では、大手、データサと、トラファーマークとによる、評価額に基づいて、冬に移籍した線の市場価値ランキングを作成。二日付記事でソトップ10を紹介している。1位の腕ゴールは、価格4000万ユーロ、約50億6000万円。今季から復帰したマリーでは前半戦に、十分な出場機会を得る子ができず、レンタルの形で、 アーセナルに進展を求めた3000万ユーロ約37億9000万円で2位に並ぶのはトレティコ・マドリードがリオンから乗れタルで獲得したフランス人 FW ・ムサ・デンベレウェストハムからアヤックスへ完全移籍タコート・ジボ・アール代表 FW ・セバスティアン・ラー RB ・ライプツヒがザルツブルクから獲得タハンガリー代表 MF ・ソボスライ・ドミニクト・バプールが シャルケからのレンタルで獲得。タトルコ代表 DF を残価爆が2500万ユーロ、約316000万円で続いた。ビジャレアルからヘタフェ、レンタル先を変更した日本代表 MF、久保武房も、8位。の評価額2000万ユーロ、約25億3000万円でトップ10位入り。FW か、ヨビッチ。 マドリーからフランクフルトや FW ウィリアン・ジョンゼ、レアル・ソシエダか、ウォルバー・ハンプトンへなどと同額で並んん、いるだが、ウーデゴールやデンベレ、クボなど、含めて、ランキング上位選手の中にもレンタで移籍した選手は多い。新型コロナウイルス影響による、市場全体の縮小もあり、高額移籍での完全移籍の例は多くはなかった。 実際に、赤金が支払われた取引としては、ウェスト、ムガ、ブレントフォードから獲得した主、リア代表 FW、サイード・ベン・ラーマの約2300万ユー、約29億円がこの冬の最高額だったと、されてい、る。